わあ、もう完全に雰囲気が違いますよね。わあ、すごい、本当だ、全然違う、はい、ちょうど玄関から入ってきたあのエントランスになります。そうかそうか、最初に見てた場所がここから、はい、はい、そうです、そうです、本来は入ってこれてたんだ。はい、壁紙が特殊で金から紙って言います。この壁ですか？あ、そのさらに下です。はい、これですか？金から紙というあの特殊な紙を使ってます。あの和紙にですね、あの金箔を貼り付けて、でトントントンと叩いてあの凹凸模様を出して、それで柄を作って。そうです、そうです。買ったらここ普段貼れないんですけど、ぜひ入っていただきたいです。ぜひ。いいんですか？あの長官があのお仕事をしていた場所です。どうぞお入りください。いいですか？はい、どうぞどうぞ。すごい、いや失礼します。どうぞどうぞ。あ、すごい、はい、これはこれ壁紙なんだ。ね、壁紙なんです。はちょうど福君が見ていただいているところが、うん、はい、明治38年の当時のままのものです。へ、はい、そうなんだ。はい、どこからは復元のものとかあるんですか？あ、そうですね、あのここから分かりますかね。ちょっと分かりますね。変わってる。本当だ、ちょっと分かるよね。ここの一帯だけあの増改築があったので、あのわざと貼り直して新しく作り直したんです。あ、はい、じゃあこっち側は本当に当時のも の, オリジナルなんです。加藤さんも手ついてるかもしれない。かもしれない、銅像の、だけどちょっと触ってはいただきたくない。ごめんなさい。ごめんなさい、私が先に言わなかったの、ごめんなさい。ごめんなさい。実はこれあの復元するのに結構なあれが。わかりました、失礼しました。申し訳ございません、何してんですか。加藤じゃないの、ごめんなさい。ほんまに中島が触ろうとした。これがあの花と流水文様という名前になってます。あのお花があって、そうです、うん、その後ろにこう流れるようなちょっと彫がありますね、はいはい、デザインがあります。これが流水文様と言います。綺麗、はい、だな、はい、ね、囲まれるとすごいよりわかります 、はい、この司令長官官舎は占領軍の司令官が使用することになり、壁に色を塗ったり、もともとあった壁紙を剥がしたりしました。この画像は奇跡的に残っていた明治時代の金から紙。わずかなヒントから壁紙を復元し、豪華な空間をよみがえらせました。占領軍が部屋を使っていた痕跡は和室にもあります。これ、あれでしょ？はい。結構昔のもんじゃないですか、これ。はい、当時のものなんです。これ当時のもの？はい。おお、すごい。そう、あのオーストラリアの方が住んでた時には、はい、ここ明かりが通るっていうので、はい、塔を建てて塞いでたんです。へえ。なのでそれが奇跡的に残って。ああ、それを外したら出てきたの？はい、そうです、そうです。うわ、見つけたの俺。すごい。ごめん、見つけた俺。あ、だからここにこういう跡がついてるんですか？あ、そうですね。あ、そう、それも気づいとった。それも気づいとった。塔を建てた跡が。あ、そう。素晴らしいです。お二人とも観察眼が。あ、入れてくれてありがとうございます。ほんまじゃ。奇跡的に残った当時のものです。うわ、面白いね。あ、ちょっと洋風に使われてたんですか？そうです、そうです。ここにカーペット敷いて、あのベッドも置いて、建て替えちゃえばよかったのね。そのでもそういうことで止めてくれたから、ね、そこで、ね、残してくれてね、使っててくれたからこそフレッシュに戻ってきたんで、ありがたいです、ね、すごいですね。はい、いろいろなドラマが隠された歴史的な建物に船員さん認定です。ありがとうございます。ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。